何を発表したいかっていうと、アウトロー YouTuber のって言われるカテゴリーで、まあ、別にアウトローっていう気はないんですよね。自分は、アビス、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。すいません。いただきます。ありがとうございます。自分はアウトローっていうカテゴリーじゃなくて、先生になって昔は悪かったけど、世の中を変えるために、ちゃんと勉強してきて、物事を教えられるよっていう、その不良をやったのも、世の中を変えたいから、ね、全然不良なんかやるつもりじゃなかったけど、喧嘩を売られて、そういう喧嘩をするっていうのは不良だみたいな感じで、そういう人生を歩まなきゃいけなかったっていうところで、多分ね、異色だと思うんですね。異色っていうか、まあ、そんな、でもそういう人も多いと思うんですよ。正義の不良みたいなさ、喧嘩をするみたいな。ね、その喧嘩は本当正義のためなんですよね。世の中を平和にしたいから戦ってるんですよね。ヤクザとかもそうだと思うんですよ。自分はね。俺はそうだと思ってるんですよね。